はい、おはようございます。もうすでにチャコちゃんとシオンくんは外で遊んでいる状態から今日はスタートです。ジャンくんもなでなでしてもらいながら、なるべく危害が加えられないといいなっていう感じでいるようですが、チャコちゃんは昨日、完全に部屋の中の、まあ隅々とは言いませんが、遠出もしたし、だいたいこの部屋の中が分かったようで、今日はもう随分、気持ちにもゆとりがあり、ジャン君とポンちゃんのベッドの中を占領して中で遊んでいます。はい、シオン君ね、シオン君はもうどちらかというとですね、部屋の中で遊んで暴れるというよりは、人に甘えるという感じですね。はい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 。ねえ、噛んだら痛いよ。ずいぶん高い声で鳴いたね。あ、ポンちゃんが冷蔵庫の上に乗ったのを見上げて。あ、シュンくん、コンロはダメだからね。えい、シュンくん。はい。遊んであげてください。チャコちゃんくつろいでるね。はい、ここにももう一人くつろいでる方がいます。チャコちゃん、シオンくんがケージの外に出て、もう1時間は経たない、50分ぐらいかな。で、だいたいこのお二人とも落ち着いてですね、やっぱり性格なんですね。ラブくんなんかは1時間経とうが2時間経とうが、おそらくずっと遊び続けたんでしょうけど、この二人は割とこうまったりする時間を大切にするようですね。アンズちゃんと
茶子ちゃんがちょっとじゃれてる感じですが、あんずちゃんの方がケージの外に出られるようになったら楽しいのにね。どうしたら出してもらえるかあんずちゃんはよく分かってないね。はいはい、この指をね指にじゃれたらいいんだよ。あ、登った。ちゃこちゃんがカーテンというよりはサッシのヘリを掴んで登った今。あ、そうかもしれないね。さて、そろそろご飯の音がしてきたよ。ちゃこちゃんブラッシングしてみる？結構遊んでハーハー言ってるね。ちゃこちゃん、ちゃこちゃん、はい。来たってさ、はいはい、はいはい、ちゃこちゃんどうですか？ほり、あ、おいしいね。はい、こっちだよ。はいはい、はいはい、はい、こっちだよ、上だよ。おいで、はい、ちゃこちゃんおいで、はい、おいで、はい、おいで、はい、どうぞ。はい、おかえり。下すごいことになってるね。おもちゃだね。うん。あんずちゃんが遊んでる。うん、あんずちゃん。今持ってくるね。なんか、お子様っぽくなってきてるのにね。なんか。感じだね。あとはもう撫で続けるしかないとは思うんだよな。
もっと奥までおいで。Mm-hmm.